はい。今回は、2頭夢のコラボが、カンパというひまそらあかねさんの逆をしているっていう話題についてお伝えしていこうと思います。あの、こちらの件ですね。えー なんかちょっと前にとてもあの注目されてるということで、えー、僕もあのこれ見たんで、まあ、解釈っていうことで、えー、まあ本当にこの逆っていうねあのちょっとなんか、うん、本当にそんなことだなって思う話で、まあ、僕はあのいつもお伝えしてますがひまそ、あ、らあかねさんの、ねえー、まあ活動をあの応援してるんで まあこのコラボの2等夢の,の言ってることっていうのは全く意味がわからないしえまあまあどういったところが意味がわからないのかとでこちらの件いろいろちょっと注目されてるんですけどまあ僕なりにえまあ思うことっていうことでえお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまずですねえそもそもあのまあ何かなっていう話なんですが SNS とかで 見つけたんですけど、あのねえー、ネットとか SNS で、えー、コラボが。 カンパを募っているっていうまあことだったんですよね調べてみたら、まあ、実際にそのコラボがカンパを待つ乗っていたんですねでそちらの8、えー、まあ内容全文があるんですがその全文の中でへ、えーまあ、その注目するべき点をですね二つかな、二つあのピックアップしてまああの、まあ、僕はこう思いますっていうかも、まあ、皆さんもこう思うかなと思うことをね、えー、お伝えしていこうと思いますまあ違和感ということですまああの <laughs> 一つ目の、えー、違和感、まあ違和感その一ね、えー、そこからいきます。1月4日に東京都に対する監査結果が公表され、コラボとしては当然の結果でありますが、不正がなかったことが明らかになりました。えー、このように、えー、コラボが、えー、言っておりますが、えー、全くもって理解不能です。 今の時点で、えー、もうほぼほぼおかしいんですけど、この話がね、でだらめなわけじゃないですか、で資金の流れがあの不明確っていうことで、えー、2月の末までに資金の流れを明らかにして、まあ、領収書であるとか、そういったものを提出するということになってるわけですよ、それをこの不正がなかったことが明らかになるとか言い切っちゃってる時点で、ね、もう全くおかしいんでね、わけわからないです <laughs> でほとんどまあ僕もリスナー様も持ってると思いますが、あのね 税金、公金の使い方に何かしら疑わしいところがあるなと思ってるんですが、今の時点では何がわかるのかっていうと、限りなくまあグレーっていうことなんですよ。で、この、ほぼあるだろうなって思うけど、まあ、グレーの段階で、 2月の末にこのことがわかるわけですよ。2月の末には東京都とコラボの資金の流れが明らかになるんで、うん、それまで様子を見る必要があるんですね。この今の時点で、な、え、ぜ、ー、かね、そのまあ、コラボが、寒、ま、波、あ、とか言ってますけど、あのその税金とか公金を不適切に、えー、利用している、えー、使い方がわ、えーね、からない、そういったものに。 カンパするっていうのは全く、えー、謎でしかないなと思うんですよ。で、ここからなんですね。ここからは、えーまあ、ちょっと解釈っていうのが、まあ、いくつかっていうかあるんですけど、例えばあのコラボはこのようなことを言ってるわけですよ。ネット上にはコラボをーいやいうし、えー、中丸するの内容がたくさんある。えー、活動 ありますし活動拠点を除きに来たりスタッフや自宅のシェルターの場所を特定しさらそうとする行為12月末からバスカフェスタッフバスカフェスタッフなどの直接的な妨害も続いておりスタッフが危険な状態に今もさらされていますっていうようなことを言ってるんですが確かにこれは この新宿のバスカフェに男性が来たということは、これは大変なことだったと思います。別にこれに関しては大変だったと思います。しかし、この時に僕疑問に思って、皆さんも疑問に思うかもしれないんですが、なぜそのような、例えばそのコラボのバスカフェの事業、活動をね、えー、まあ邪魔されるんだったら、警察に行かないのかっていうのが、これが非常に疑問なんですよ。そしてここなんですね。そういったことがあると、ですね話をこうね女性のるまる ライムとかそういういに話をすすり替えるんですよこれ、その女性が何とかって言ってね。これ、コラボの問題っていうのは何かっていうと、事、えー、の始まりっていうか、えー、今もそうなんですが、まあ、ひまそらあかねさんが追求されてる、えー、コラボの問題っていうのは、 資金の流れなんですよ東京都とコラボがですね、えー、資金、公金、えー、税金、そういった資金の流れ、あるいは会計の不正、そういったものが行われている、その可能性が極めて高い状況がある、そのコラボがですね、えー、寒波を要求するっていうのが全く謎でしかないんですね。理解できないし、えー、謎でしかないんですよ。で ひまそらあかねさんという一般人の方はですね、えー、まあこういった、あまあ、なんていうんだろう、公金や税金、あ,あるいはそのね、えーそのまあ、一般社団法人とか NPO とかそういったものに対して、えー、まあいろんなものを真相追及ということで、その活動をするんで、あのね、カンパということで活動費用を募ってるんで、それは全くおかしくないと思うんですが、そのひまそらあかねさんのしている逆をしているわけですよ、コラボがね、意味がわからないじゃないですか、普通に。で当然ですががまあ茜さんはこのコラボがしてる 行動が分かっているというかご存知みたいなんでこのようなツイートをしているんですよ意味不明な領収書や領収書なしの申請など不正会計で再調査 食らってる団体が、間髪乗るって笑っちゃうでしょう、見切れになったら先にっていうね、えー、まあやごもっともなことですね、えー、ひまそらあかねさんはいろんなことを調べて、えー、まあ真相を追求して、えー、この2等夢のコラボとですね、えー、まあいろんなところで対立してるんですけど、本当にこのひまそらあかねさんの言うことがもっともだと思います。で、これ、コラボの件っていうのは何かっていうと、2月の末になるまでわからないんで、この2月末まで待つ必要があるんですね。だから僕はあのこんなこ の時点で、その寒波をね、えー、要求するっていうのもおかしいですし、その公金、税金の使い方が、えーえー、不透明である、ひまそらあかねさんもおっしゃってるわけじゃないですか、不正会計で再調査くらってる団体ということで,で、またこのおかしい話が、まあ、出てきたなぁと思うということで、えー、今回はちょっと注目されている内容にですね、わ、えー、かる限り、えー、調べて解釈を、えー、お伝えさせていただきました、何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば、何よりですということで、今回、ここで終わりです。最後まで聞いていただ いただきましてありがとうございました失礼いたします。